ワールドベースボールクラシック WBC に向けて行われた中日ドラゴンズとの壮行試合、侍ジャパンは4日の試合を4対1で勝利を飾り、完敗を喫しため3日目の屈辱を見事に晴らしました。そしてこの試合前に大きな話題となったのが、エンゼルス大谷翔平選手のフリー打撃。チーム練習終了まで20分を切ったタイミングでバットを持ちグラウンドに登場すると、バンテリンドームに駆けつけたファンから大歓声を浴びます。ゆっくりとバッティングケージ内に入ると打撃練習を開始。練習開始と同時にツイッターでは大谷さんがトレンド入りしました。そして2021年メジャーで46本塁打を放った大谷選手のスイングに侍ジャパンの選手たちがケージ裏に集結。一塁側のベンチでは中日ナインが熱視線を送る中、驚愕の打撃を披露します。12球団で最もホームランが出にくいと言われる広大なバンテリンドームで大谷は27スイングで4連発を含む9本の柵越え。さらにそのうち1本は4階席、3本はなんと5階席へ飛び込む推定160メートルの超特大弾と圧倒的なパワーを見せつけると、ケージ裏で見ていた選手たちは天井を指差しながら驚きの表情を浮かべていました。その中には史上最年少で令和初の三冠王に輝いた村上宗隆選手の姿も。村上選手は昨シーズン56本塁打を放ち、日本人シーズン最多本塁打記録を更新。そんな日本を代表するスラッガーでさえも大谷選手のパワーに「すごい」の一言でしたと驚きを隠せず、軽々と柵越えを連発する大谷選手を目にした村上選手は試合後、初めて見たんですけどすごかったですね、もう言葉が出ないというか、初めて感じたことがいろいろありましたねと話すと、やっぱり打球の上がり方だったり飛び方すべてにおいて違うなって感じがしましたと、そのスイングに目を輝かせていました。さらに一塁側ベンチでは藤島健人投手、岡林勇希選手らドラゴンズの選手がスマホを手に打撃練習を撮影するなど、観客のみならず選手をも魅了。またバンテリンドームのスタンドから湧き起こる歓声とどよめきの声は、通常の試合開催時をはるかに超える盛り上がりだったといいます。そんな中日の選手たちがベンチで大谷選手の打撃練習を見守っている様子を撮影した動画が同日に中日の公式 YouTube チャンネルに投稿されると大きな反響を呼びました。大谷投手と日本ハム時代4年半の間チームメイトだった谷本圭介投手は同チャンネル内で、日本にいた時も十分すごかったんですけど何倍にもスケールアップした打球を放っていたとコメント。普段通りプレーしてもらえれば世界一の選手なので、いい結果が出ると僕はテレビの前で応援していますと、かつてのチームメイトにエールを送っていました。そしてこの動画には数多くのファンからもコメントが寄せられており、まるで少年野球がプロ野球選手を見るような目をキラキラさせた光景、選手のリアクションを見るのは新鮮、現役選手をこんなリアクションにさせる大谷もすごい、プロに憧れられるプロって本当に一流の証、プロがこの反応してることが大谷の凄さを表してるとプロの選手をも虜にしてしまう大谷選手の凄さに絶賛の嵐となりました。この他にもバンテリンドームを本拠地とした中日ドラゴンズを2004年11年までの8年間監督を務めた落合博満氏は、すごいの一言です、あそこまで飛ばすとはね、見たことないですと5階席に到達する推定飛距離160メートルの特大弾に驚愕。昨シーズンまで中日でプレーした福留孝介氏は、僕以来ですね、あんなの見たのと冗談で笑いを誘うと、僕にはあの凄さが異次元すぎてわからないです、同じこと絶対できないと大谷選手のパワーに脱帽していました。さらに侍ジャパンで打撃コーチを務める吉村貞昭コーチも、場内をどよめかせた大谷選手のフリー打撃について、長年プロ野球界に関わっていますけどちょっと次元が違うなと感じましたね、ショータイムとよく言いますけど、お客さんも今日来てよかったと思っていただけたら最高ですねとコメント。また巨人の球団編成副本部長兼国際部長でもある吉村コーチは、私も普段の仕事柄メジャーの選手も向こう行って見てますけど、他のホームランバッターとは次元が違うなという感じはしますけどね、打球の角度といい飛距離といいパワーといい
私も初めて目の前で見て驚きました。ゲレーロとかジャッジとか見てますけど、彼のパワーの方が打球の飛距離は規格外かなと思いますと、メジャーの名だたるスター選手たちにも劣らないパワーであることを語っていました。そんな大谷は3日にチームに合流し、早くも注目の的に。吉村コーチはキャンプでダルビッシュが来てくれて盛り上がって、今回もまた大谷が合流という形で盛り上がってくれてありがたいですねと、大谷効果にも期待を寄せていました。打撃練習だけでも日本中から大きな注目を浴びる大谷選手、ネット上ではどのような反応があったのでしょうか。ツイッターではあんな打球の軌道を見たことない、えぐい、人間のレベルを超えている、すごすぎて笑った、大谷さん当たり前のようにバンテリンドームの5階席に飛ばすし、やっぱり人間じゃない、異次元すぎて鳥肌、バッティング練習えぐすぎる、5階席に余裕でぶち込んどる、5階席3連発しててやっぱり人間じゃない、さすがアメリカンリーグ MVP 男などと驚きの声が上がる中、打撃練習見ただけで名古屋に来た甲斐があったと現地ファンのつぶやきも。この他にもえぐすぎる、バンテリンドームですら大谷には狭いのか、打撃練習だけでお金が取れるなどとネット上では大きな反響を呼びました。また海外からも、これはホームラン競争だ、良い観点だ、打撃練習にこの監修よ、この男は WBC の期間中にボールを破壊し続けるだろう、2017年の東京ドームで放ったような天井を突き抜けるようなホームランをかますつもりだよ、観客の言葉は何一つわからないが全てを理解できたよ、最後の一発はそのままボールが消滅したな、などと驚きの反応が寄せられていました。3大会ぶりの王者奪還へ、大谷選手は自身初の WBC の舞台でどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。二刀流での活躍に期待がかかる大谷翔平選手に注目です。今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。